えー、こんにちは。今日は6月17日深夜5時。まあ明け方の5時ですね。えー、放送したいと思います。昨日はね、FOMC というイベントがありまして、これは米国の、年8回に行われている、金融に関する重要な会議なんですけども、これはね、材料相場って言って、うん、なんか結構ね、ドル円が暴れるんですよ。ですんでこういう時は、もう見てるだけっていうか、見もしなくていいです。<laughs> 結構ね、ここではね、 うんもう本当に難しい戦場になってきますんで、私たちはこういうところで何とかするんじゃなくって、そうじゃない、まあ安定した時期にブレイクを狙ったりね、フォーメーションを狙ったりとかします。あの、単純に言うと、テクニカルが生きないんですよ、ここでは。で、たまたま取れてもそれはテクニカルじゃなくって、ギャンブルみたいに超反爆地で取れてるようなもんなんですよ。だからそういった感覚で参加するならいいですけども、ここにテクニカルの解釈を用いようとすればするほど、 おそれはね、不可能になってきます。ファンダメンタルなんですよ、こういう時は。だからテクニカルが相場の9割ぐらいは支配すると思いますけども、結局はその1割が来るんですよね。まあこの割合はいろんな考え方があるんですけども、とにかく今回はテクニカルが通用しない、そんな、あ6月16日の深夜3時からの動きになってます。ですんで、無理やり理屈をつけたりね、こういうところを支配してもしょうがないです。というのが、こんなところに、ね、エネルギーを費やすよりも、そうじゃない、いわゆる普通の時に、もう、 本当にね、スタンダードに取れるようになっていく。それがテクニカルによって利益を出していく、まあ、FX オリガルヒの趣旨でもあります。で、昨日 FOMC が終わった後もですね、実は黒田総裁の発言があって、これによってですね、こう書いてますよね。あの、日銀が米国、米国債売却を検討かったんでしょう。で、こういった報道があると、結局、この悲劇が起きるわけですよ。ね。 あ、終わったかなと思ったら、こっからね、バスンと来るわけですよ。ね。安定に向かうかと思ったのが、この、陰線陽線が短くなった時ですよ。その後でまたね、もう奈落の底に落ちるように、こんな悲劇が起きるわけなんですよね。だからこんなね、荒れたところでね、ポジション持っててもしょうがないですか。で、こっから来るわけですよ。こっから。テクニカルなんて行きないところがこれですよ。上に行くのか、下に行くのか、全く予想がつかない上に、それが瞬時に起きるわけですから。 ま異常法ですよね。だからこういう時はね、あの、逃れてみましょう。こんな時に攻略しても全く意味がないです。だってこんな時ね、たびたび来るわけじゃないですから。こんなことよりも、まあそうじゃないね。安定した時期を取っていきましょう。まあ、金融の相場が安定ってのも変な話ですけどね。はい。で、これが現在朝5時のリアルタイムチャートです。えっと、まずデイリーの方を見ていきますよ。まあ、単なるね、これ陰線なんですよ。上の方に見えるのはね。 単なる陰線が見えてますけども、これもだから、材料によって来た陰線なんで、この一本を攻略したことにも全く意味がないんですよ。だから、こういったね、えー、ろソク足がいくつか、あの、積み重なっていってテクニカルってのをやっぱ見ていかなくちゃいけません。まあ、くどくど言いますけども、材料相場の、本当そのものとかね、その後っていうのは、あとにかく、こうやって、まあ、金融市場が落ち着かないわけですよね。特に FX ドル円とか。 だからこういう時は手を出しちゃダメですよ。単なる火傷するだけなんで。で、テクニカルがぶち壊れてますからね。テクニカルに戻るとき、ほら、あの、ロシア侵攻の時も同じこと言ったでしょ。あの時は本当に2週間半、手がつけられなかったわけですよ。その代わりそれが終わった後、一方向に伸びていくのを、すかさず乗ったわけなんですよね。だから、チラチラ見に来るぐらいして、方向性が決まったらそこに飛び乗るのはいいんですけども、トレンドが発生したら。この起きてる最中に何とかしようっていうのはもう、 不可能です。あの、少なくとも私は不可能です。はい。じゃあ1時間。ね。この流れですよ。ずっと見てください。あの、左側の方は、まあ、フラクタルに似ていますけども、山がちょっとずつ大きくなっていって、それでいて同じような形が並んでるでしょそれが全部壊されて、右側の方を見てください。右側の方、奈落の外に落ちてるじゃないですか。いや、これはね、えー、ここまでね、えー、法則性が壊れちゃうと、テクニカルってのは要するに法則のことですから。 で、法則が見出せなくなってくると、もう対策持てませんし、補助線の引ようもありません。ですんで、ここにね、無理やり解釈を当てはめたりしないようにすることと、こういうのを攻略してそうな人についていかないことです。あの、その人も攻略してませんから。後付けです。プラス、あの、その人はね、まあ、あまり人の批判してもいけないですし、具体的に誰がいるってことはわかりませんけども、とにかくこんなね、滅多に起きないところを攻略してもしょうがないんですよ。ね、日々、 5000円、1万円を積み重ねていけるような、そんなトレードをしていきましょう。ということで、今日の FX オリガルヒは以上でございます。追加放送も多分、FX オリガルヒ以外の方にはありません。で、このまま金曜日ですから、同日というふうに過ごすことになって、多分月曜日もね、まだまだ荒れた状態が続いて、場合によっては、月曜日の朝、窓が大きめにできて、そっからスタートかもしれませんのでね、えー、とにかく今日は、打つ手がありません。 こういう時には無理やり打つ手を作らないようにしてリフレッシュしていきましょう。もう場合によってはこの金土日、あの FX のことを忘れてね、なんかたまには楽しいことをしたりとか、洗濯をしたりとか、部屋の掃除をしたりとかね、気持ちをリフレッシュしていきましょう。あのー、そっちの方が絶対いいです。はい。では、本日もありがとうございました。今週は一旦以上です。FX オリガイリテの方には追加放送があるかもしれません。はい。じゃあね、失礼します。